阪神競馬場第9レース鳥取特別、3歳以上2勝クラス、ダート 1800m 戦、出走馬15頭、ウィン5、この競争が第2関門です。ゲート入りスムーズ、最後15番ゲートにラインオブソウル、今15番ゲートに歩を進めます。15頭ゲートの中、ちょっと12番の名勝キッドが座り込んでいます。名勝キッドが座り込んでしまいました。残る14頭落ち着いていますが、今体勢の立て直しを図ります。阪神9レース鳥取特別、全馬ゲートの中、名勝キッドが体勢を立て直して横山典弘騎手騎乗。今前扉の前に係員が1人いて様子を確認します。スターターが木端を振りました。外枠発走になります。12番の名勝キッド、後ろ扉が開けられて出されてゲートの中で待つ14頭の外側のゲートにこれから誘導されようとしています。阪神競馬場9レースの鳥取特別、今日のウィン5、このレースが第2関門。12番の名勝キッドが改めて誘導されて外側のゲート、今収まりました。スタートしました。まずは8番のサンマルレジェンドが飛び出しました。内から促して3番ワンダーブレッド小牧太、さらには2番のタケルジャックで、外からじわっと10番のテイエムファクター、13番ロードバルドルが位置を求めて上がっていく。2番のタケルジャックは内から、14番ペルアー、さらには9番 BI オラクル、1番北野セレナード、これから1コーナーカーブへとかかります。この一角11番レオカクテル、7番タガノチュール、外寄りに15番ラインオブソウルです。 1,2 コーナー中間から2コーナーカーブ、前は3番のワンダーブレッドレスリード1馬身、2番手8番サンマルレジェンド、2コーナー回り終えて向こう正面、3番手外13番ロードバルドル、内2番タケルジャック、間に10番テイゲムファクター、その後中段に1番北野セレナード、外に14番ペルアー、さらに7番タガノチュール、この一角9番 BI オラクル、後方15番ラインオブソウル、11番レオカクテル、さらには1馬身差5番の貴族が後ろから3番手、4馬身後ろ6番のレッドエンピー、4番ファイブレター、もう1頭います、離れて最後方12番名勝キッドです。 1000m 通過61秒5で通過しています。前は3番のワンダーブレッドリード体半分、2番手8番サンマルレジェンドで 3,4 コーナー中間、1馬身半差、3番手13番ロードバルドル、600を切りました。このうち2番タケルジャック、外からは14番のペルアー、5番手この一角に10番のテイエムファクターです。4コーナーにかかるところ、前は3番のワンダーブレッド、並ぶ8番のサンマルレジェンド、今度はサンマルレジェンド先頭に変わるか、直線コースに向かいました。内で抵抗する3番ワンダーブレッド、追い比べから8番サンマルレジェンド先頭に変わった。リード1馬身半から2馬身、2番手14番ペルアー、外から9番 BI オラカルが突っ込んでくる。内で粘る3番ワンダーブレッド突き放した。8番のサンマルレジェンド先頭、リードは4馬身、2番手は14番のペルアー、3番手は9番 BI オラクル、内から1番北野セレナード詰め寄ってくる。先頭は8番のサンマルレジェンド快勝のゴール。2着14番ペルアー、3着9番 BI オラクル、1番北野セレナード、6番レッドエンビーと続きました。守備よく2番手を確保、8番のサンマルレジェンド4コーナーの出口で先頭に立って直線は突き放して快勝。坂井学騎手の手綱、転入3戦目、 JRA での2勝目としました。2着14番のペルアー、3着9番 BI オラクル、阪神9レース鳥取特別、入選順馬番で8番14番9番の順です。時計は1分53秒0、ゴールまでの 800m 51秒4、 600m 38秒8。この後阪神9レース鳥取特別についてお知らせがあります。お知らせいたします。阪神競馬第9レースの12番名勝キッドは危険防止のため外枠からの発送といたしました。